いいね。バンカー？今ってピンより左の方狙ったんですか？いや、あの僕もともとちょっとオープンなんですよ。あ、なるほど。オープンからこう手をこう前に出す打ち方してるんで、なんかこう左狙ってるように見えるんですけど、肩のラインはまっすぐ一応向いてるつもりなんです。あ、肩で作るんですね。そうそう、あのもともとこうずっとオープンで肩のラインをこう、肩と腰をこうストレートにしてるんです。足だけがオープンで腰と肩はこう、そう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 、視界をオープンにすることによって、うん、この前の視界を広く持つんですよね。クローズにするとここからしか見えないでしょ、うん、視界が。でもオープンにするとこれだけ見えるわけ、うん、でも体が左向かないように腰をこう戻してあげる。これでいいの？コンプだとこう構えてるイメージがあります。そうだから、スイングがすごいインに引いてる見えるっていうのはそういうことなの。こうしてるからこういうふうに引くから、はい、自分の体に合ってるからなんですか？そうなんです。あのもうめちゃ身長低かったんですよ、小さい頃からゴルフしてるんですけど。小学校の頃とか中学校上がるまで150センチなかったんですよ。で、はい、大人のクラブで打ってったからどうしても横振りになるんですよね。あ、小さい時からスイング変えてないから大人になってもこういうスイングなの。あ、もうじゃあ小さい頃からってことなんですか？そうです、7歳からやってるんで。へ、7歳の時何してた？まあ、7歳の時からね、プロを目指したいとか思う人が少ないだろうけど。何歳の時に意識しました？プロに 100% なりたいと思ったのは小学校5年生ぐらいかな。へぇ、うわ、やば、あれあれすごいよ。迷ったんじゃないですか？迷ったね、はい、これっすよ、うん、入れなきゃいけないんですよ。入れなきゃいけないね、次で。僕ホールインワンしてます。これ何？これ、僕ホールインワンしてます。あ、してるしてる。カイト君もホールインワンしてんじゃん、はい、やば。これカイト君もホールインワンしてんじゃん。はい、ホールインワンです。ちょっと穴大きいね。これ、え、これ違うんですか？カップでかいね、ちょっとね。あ、これやと思って狙ってました。それはキャディさん見つからんわ。今の落としどころは狙った通り？ちょっと手前に落ちました、ね、ちょっとこれ気になっちゃった？気になった。ナイスバーディーです。ありがとうございます。タイちゃん、さっきの1回目のパターって思った通り行ったら？行ってないです。行ってないの、ね、はい、左行っちゃったの、ね、今のは打ち方のミスです、はい、これはまあ基本的に俺の球は風任せ、はいはいはい、風が左の時は左からの風に乗せるし、右からの場合は右から乗せるっていうイメージ。なんかこれもバンカーの上からちょっとこっちに流れてくれたらいいかなぐらいの感じだけど、多分ちょっと今ドローかかってるからドロー気味かな。ドストレート、そしたら風でちょっとこう流れてくれるイメージを打ってくる。イメージ通りだけどね。おお、飛びちょっと超えちゃいました。いや、やばいですよ。大丈夫？あ、真ん中のこれか。めっちゃいいとこだ。うん、いいとこ、いい球じゃん。覚えて、アイちゃんボール。あ、オッケーオッケー。結局ゴルフってスイングなんか上げ方はどうでもいいと思ってるんだよ、はい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 、別にインに引こうがアウトに引こうが、はい、結局こうここの切り返した時のプレーに入ってくるのはもうみんな同じ、はいはい、そこにちゃんと来ればいいってこと、うん、でも手が短い人長い人あるでしょ、はい、
でも手が長い人とどうしても外に行くのよ、はいはいはい、で手が短い人とインに行くんですね、はい、それをこうしなさい、ああしなさいって言ってもダメじゃん。だからもう結局こう上げようがこう上げようが結局ここの切り返した時のプレーンに入ってくれれば俺はもうそれでいいと思ってるんで、だからみんなにどうしたら方がいいですかって、いやもうそれは関係ないと、ダウンの時の切り返しだけ気をつけろ、それだけ。そっちの部位か。まあいいんじゃないですか、狙いやすくて、うん、大丈夫、うん、違う部位いったね今ね。違いましたね。無損初めてのコースですよね、はい、ここなんですね、だいたいグリーンはこういう風に傾斜してるなってだいたい予想つくものなんですか。まあ、ほとんどのゴルフ場が上から下に下りだから、うん、まあ、何ホールか回ってグリーン自体がそんなに大きくないっていうのも分かってるし、うん、向こうから見た感じがそうだったかなと思って、ね、うん、もうナイス、うん、そう、分かり方って基本パットの調子がすごい波があるんですよ、うんうん、いい時は30パット切るけど、うん、悪ければ37とか打っちゃうんですけど、うん、パッターって何が一番大事ですか。3パットしないこと。必ず3パットしてるんですよ、30超えると、うん、ということは、うん、その距離感が合ってない、うん、ラインが読めてない、うん、基本的にはだから常に上りにつけることなの、うん、それはショット力なんだけど、はい、どうしてもやっぱりこうブレちゃうでしょ、はい、まず把握しないといけないっていうのは、うん、まあ、こう歩いてるときにもう明らかにこれはスライスの下りだよ、はい、それが分かんないとダメなのよ、まず、うん、見た目でも1カップ半から2カップスライスするなとか、はい、もう分かりながらこう構える、うん、でこれは下り、じゃあどっから下ってるかって言ったらこれなんかこっからぐらいしか下ってないのよ、それを最初から下りと思うか、うん、こっから下りだと思うか、こっから下りっていうのが分かったらもうここに打つだけでいい、自分がどこを狙うかだけ意識すれば、カップに入れようとするか難しい、どこを通してどこに通過してどうやって寄せようかだけ思いつけば、まあ変な話これもちょっとスライスぐらいなもんで、そんなスライスもしないしこんな下りでもないのよ、実際グリーンカップの手前1メーターぐらいから下りだから、うん、その辺こう通してあげればもう3パットはしないじゃん、今の家行ってないから、うん、家行ったらそれが 2m 行くわけ、はいはい、だから外したらボギーでしょ、だそんなバカらしいものはないわけで、コースはスコア作り行こうとしたらその簡単なのは家に行こうとするから外れちゃう、はい、寄せに行こうとすればいい、はいはい、ありがたいですね、見つけてあげるわけよ、ラインに、僕もめっちゃすごく勉強になってます、通過点を決めてそこに向かって通って外したらもうそれは仕方ない、でもカップ目指して外れちゃうとそれはもう読んでるわけじゃないで、ただ単に入れば運なだけ、だから補足と逆から見ることは絶対大事なの、補足癖っていうのは常に練習からしとかないとこれね適当に打っちゃう、こんなやっぱ一流プロっていうのは見た目だけで打ってない、絶対補足してるから、アマチュアだね、やっぱりこう上りである以上はやっぱ30センチオーバーするぐらいは打ってほしいよね、うん、それも上りだからやっぱり外しても30センチオーバーするぐらい、届かなければ入らないから、ラインを通しながらも30センチオーバー、上りは下りはいい、そうそう、まあ、外してもオーバーすることは大事、うん、だって相手がバーディーだからさ、バーディー取らないと負けでしょ、うん、そうか、小田さん余裕でイーグル外してきたんだ今、そうです、イーグルを軽く扱う、すごい話しながら軽くイーグル扱った、そうそう、わざとイーグル外してきたんだ、そうすげえ、
うん、完璧や。戻ってきた、ドライバー安定してて、ちょっとずつ、うん、まだ緊張しているのか、うん、パターはどんどん効いていった方がいいよ。私パターは問題ですよね。自分でも分かってるんですよ。あとパターだけなんだし、はい、ね、ちょっとはそこそこ、ね、試合中は基本的にやっぱりならないようにしてますけど、うん、やっぱりやばい時ありますよね、うん、あのこの今年は中日クラウンの時に全身つって、うん、それまで5アンダーぐらいだったのかな、まあまあ良かったんですよ、うん、急に足つって、うん、うっと思ったら今度こっちの足つり出して、でこっちかばってたら今度脇腹つり出してもう全身つって倒れちゃったんですか、やべえ危険しようかなと思うぐらいもう辛くなって、うん、まあうちのトレーナーが茶店に行って、うん、塩をもうめっちゃ持ってきて、うん、これを全部食べろって、塩塩もうガブワー食べたんですよ。でそこからアミノ酸飲んで、うん、ちょっとなんとか回りきろうって、うん、もう地獄だったそこから。もうクラクラしながらこう杖つきながら6ホールなんとか回りきってギリギリ予選通過ですよ。で振った後もまた釣ったりとかするんですよね多分。そうなんですけど、うん、もうそこは気合ですね。もうどのだけ対策してもなるときはなる、いやなるときはなります、うん、だからやっぱりある程度水分は大事ですよね、うん、やばい超煽ってる、うん、うわあ、球がなんか紐がついてて引っ張られてるみたいな球ですね。そうすか、はい、一回上がってまた上がるみたいな感じが、こういう感じですか、はい、しましたしました。もう今の思った場所に行きましたよね。そうですね、大体115ヤードで、うん、まあ、トッププロになったらやっぱりその150ヤード以内とかは、うん、やっぱワンピンぐらいにつけていかないときついですよね、うんうん、最初におっしゃったその球はまず風に合わせて打つっていう。そうですね、だからまずこうついたときに、うん、やっぱこう風を見るっていうのは大事ですよね、うん、まあ、僕らなんかもう自分の帯同キャディがいるから全部してくれますからね、うん、はい、あらかじめ分かってないと打てはしないですね。大ちゃんも多分フォローとラフからのフライヤーをこう計算できてないんですよね、うん、これがこうティーショットが少し右からアゲンストになってたから、うん、セカンドもアゲンストだと思うけどこれカーブしてるじゃないですか、今度右からフォローになるんですよ。でやっぱラフっていうのはちょっとこの時期フライヤーしやすいんで、うん、それもやっぱ計算して手前でもいいって思って打たないと、うんうん、これを、まあ、止まりすぎた。ない時ってカップの縁見たらいいんだよ。カップの縁がへこんでるところから目が来てるの。例えば、まあ、あんまりラウンドしてないコースだと分かんないけど試合とか結構みんな待ってるじゃん、そしたらやっぱりこういう傾斜だとここがへこむのよ、こうやってなんだ。だからここがへこむってことはこういう目なのね。でみんなこう当たって入ってるのよ。だからこっちがへこんでる時はスライスライなの、こっちから見た時ね。この縁がこうへこんでるのを見て、あ、こっち側の方の傾斜なんだとかを見た方がいい。強い。やっぱ賞金王だな、はい、ちょっとすごいな。通るとこだけ見とけばいい。ホッパーが上手い人は絶対顔が上がらないから、はいはいはい、みんなもうこれぐらいの距離でもみんなこうだから、 10m あってもみんなこうだから、頭上げて上手い人が誰もいないからね、トッププロで。ってことはそれだけ顔が上がるとカップに入らない確率が上がるってこと、うん、頭残してるほど入るってこと、うん、でもどうしても下手いからカップ見ちゃうよね、うんうん、見ちゃいけない。もう信用して打つしかない。
その上通ったら絶対入ると思って打つしかない。しびれる時ほど速く上がります。そう自分でも気づく。パターも普通に頭を上げずにポンって打って、うん、最後左目でちょっと追っかけるぐらいイメージでいい。左目です。はい、皆さんこんにちは。小田孔明さんとのバトル今撮影してきたんですけれども、帰りに小田孔明さんからよかったらプレゼントあげるよっていうふうに言って、小田孔明さんのスポンサーのものをいくつかもらったんですけれども、これは小田孔明さんファンにあげた方がいいなというものがいくつかあったので、それを視聴者プレゼントにして渡しします。1つ目、本間の帽子。ちょっとおしゃれ、本間で。なんでこれが小田孔明さんグッズなのか。まずプレーナス、スポンサーのプレーナスさんね、キャップ、これが入っている。あと小田孔明さんの67番、これ何か知らないでしょ。6月7日生まれだからそうです。で、まあ数字もね、毎回5アンダー取れば優勝できるからっていうので全部67にしてあげたそうです。これを1名ずつ。次、これも小田孔明さんグッズ。これもランダース、スリクソン、Z スター。前なんかダンロップだったのかな。で、今もダンロップのボール使ってるらしいんですけども、はい、孔明って書いてあります。わかります？孔明って、孔明って入ってます。小田孔明さんの名前入りのボール、スリクソン Z スター。いいボールですよ、これ。高いボールですよ。これが2ダースあるので1ダースずつ、まあ、4名まで行きました。次、これですね、小田孔明さん福岡の方、九州の出身で福岡の方なんですけれども、本物という、ブランドのベルト、これを1名さん。はい、まだあります。はい、小田孔明さん使っているエリートグリップのグリップ13で1セットを3セットを1、2、3名にプレゼントします。豪華。さらにプレナス、弥生券とホットモットお食事券500円券10名にプレゼントします。リンゴルフのいつもの概要欄にありますので、その応募フォームから応募してください。小田孔明さん、ありがとうございました。また出てください。